ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は日本のゴミ収集についてお話ししていきたいと思います。日本の街中は世界中の国から比べると非常に綺麗だと言われます。綺麗に街を維持できるポイントの一つにゴミ収集車の活用方法が挙げられるのは間違いないでしょう。そんなゴミ収集車に関してですが、韓国のネット掲示板に日本のゴミ収集車と韓国のゴミ収集車の違いについて取り上げられていて、ネットユーザーからも高い注目を集めているので、今回はゴミ収集車事情について調べてみました。すると日本のゴミ収集車の活用方法やゴミ収集の意識が非常に高いことが分かったんです。韓国のゴミ収集への意識はどうなっているのか、また日本のゴミ収集車とその方法はどうして韓国から注目されるのかをまとめているので、日韓のゴミ収集の違いがよく理解いただけるかと思います。非常に誇らしい話ですので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。日本で最も普及しているゴミ収集車は機械式ゴミ収集車です。ゴミを自動的に荷箱に押し込み圧縮して収納する仕組みを備えています。機械式ゴミ収集車は2トンサイズの車両であることがほとんどなんです。民家と民家の間の路地などは入り組んでいて非常に狭いところが多いんです。そんな狭い路地部分にもスムーズに出入りできるように2トンサイズのコンパクトな車両に作られているんです。しかも日本の機械式ゴミ収集車は2トンのコンパクトなサイズに1トンから 1.5 トンのゴミを収納できます。小さな車両なのに多くのゴミが収納できるように技術開発が進められているんです。機械式ゴミ収集車は回転板と呼ばれる金属の板でプレスしながら荷箱に圧縮して押し込んでいます。しっかりとプレスして押し込むことでゴミの飛び散りを防ぎ、より多くのゴミを収納できる仕組みとなっています。日本のゴミ収集車を見て極端な悪臭を感じたり汚れているのを見かけた人は少ないと思います。それはこのように清潔にゴミを収集できるよう車両が工夫されているからなんです。日本にこのようなゴミ収集車が登場した背景は清掃法や生活環境施設整備措置法などがあります。1954年に清掃法が制定されると、1958年頃には東京都内ですでに機械式ゴミ収集車が活用されるようになります。機械式ゴミ収集車の登場で日本のゴミ収集技術は飛躍的に高まったんです。戦前や戦後直後の日本の家庭から出るゴミは生ゴミがほとんどでした。当時の生ゴミの回収は人が手車を使って行っていたのですが、人が回収するとどうしてもゴミを落としてしまうなどの欠点がありました。さらに近代化が進みゴミの量も増えてきて、人の手でゴミを収集するのが困難になります。そこで清掃法を作り、清掃行政を整備することで今の清潔な日本のゴミ収集が確立したんです。今回韓国のネット掲示板には日本と韓国のゴミ収集車を比較してみようというスレが立っていました。このスレの中で様々な議論がなされていたので、スレ主の主張とともに議論の中身を解説していきます。まずスレ主の書き込みから紹介します。日本のゴミ収集車は光沢が出るほど綺麗で、収集時間も太陽が上がった明るい朝と昼に収集する。リサイクルの分別状況を直接確認している。間違ったゴミの捨て方を正す行政措置を取るには昼間に行わなければならない。夜間だと騒音もひどく住民に不快感を与えてしまう。また作業員が怪我をする危険性も高いそうだ。韓国のゴミ収集車は得体の知れないゴミがへばりつき悪臭を漂わせる。一般的に夜11時頃から翌朝の人が少ない時間に収集し、昼は収集しない。昼の間にゴミ収集車を駐車しておけば苦情が殺到する。人手不足により業者は長引く作業時間を短縮するために作業員が不安定なゴミ収集車にぶら下がり移動することもあり、落下したり怪我をしたりする事故も起こっています。
労働量を多くして賃金を減らすことで地方自治体が策定した代行手数料より多くの利益を得ようとしている。中には労働者の数や収集車の価格を水増しして金銭を横領したり作業員の賃金を踏み倒す業者までいるという内容なんです。韓国の業者の過度な利益追求はひどいありさまですね。韓国のゴミ収集制度と日本の制度を比較して問題点を提起していると言えるのではないでしょうか。ではこのスレッドに書き込みされた韓国ネットユーザーのコメントから見ていきます。これだけではないぞ、一回日本に行ってみるべきです。別世界だし何でもかんでも清潔だ。日本はこういうシステムをうまく作るね。昼にすると匂うし、そんなもの見たくないという我が国の市民意識が問題だろう。学べることは学ばないといけないよね。サービス業者にただ任せてしまえばいいという考えを捨てなければいけない。このように意外にも日本を褒めるコメントがされています。一方で日本ネットユーザーからはどんなコメントが書かれているのか見ていきましょう。ゴミの分別は若い頃はとても面倒に感じていたが、それが当たり前になると大変だとは思わなくなった。ゴミ収集作業は昼の方が安全だし、夜間では作業上の見落としも多いと思います。労働環境の改善で作業者の意識も高くなりますよね。ゴミ収集車がきれいであることは美化の基本でしょうね。掃除用具もきれいにすることは当然あるべき姿だと思います。何年か前までは早朝に粗大ゴミの収集をしている清掃車とすれ違うと臭かった。家の周りの収集車からは最近匂いがしなくなったよ。日本でも韓国人とか中国人が多く住む地域はここは日本かと思うほど汚いです。曜日を守らないで好き勝手ゴミを出すからね。このように多くのコメントは日本のゴミ収集が綺麗であることを誇りに思っているようでした。日本でも汚い収集場所は存在しますが、そういう場所は治安が悪いとされていることが多いように感じられます。日本で活躍しているゴミ収集車はとにかく清潔な状態が維持されています。それは清掃員の方が使用後には必ず高圧洗浄機などで車両の清掃を行っているからなんです。また日本のゴミ収集車には車体の下に汚水を貯めておけるタンクがあります。タンクのおかげで悪臭が外に漏れ出すのを防げているんです。その他専用香料のナノ噴霧技術で悪臭を制御する装置も販売されています。様々な仕組みで日本のゴミ収集車は清潔な状態を維持できているんですね。今回日本のゴミ収集車の実態を見ていただき、日本の清掃行政に対する意識の高さを知っていただけたかと思います。日本人の美に対する意識は世界的にも有名なところですし、清掃の大切さを小学校教育で学んでいる点なども世界的には変わった文化ではありますが、清掃意識を高めるのに一役買っているかもしれません。日本の技術と美意識は今後も世界から称賛され続けるのではないでしょうか。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話とこの動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、本チャンネルのコメント返信、日本のすごい観光地巡りなどしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。